亀山城は、広島県小原市東場町、小薬庫下に存在した、日本の城、小原市指定史跡。JR 芸備戦勝ぬか駅の南500メートルほどの、ところにある、飛行40メートルほどの亀山と呼ばれる、小高い丘に築かれている。この城に関する正確な資料は現存しないが、近世の文献によると、平安時代末期には、 ぬか入道にしさびの居城であったとされる。その後、亀井武蔵守るここ京らが居城したという。戦国時代の英少年間から慶長年間までは、宮氏の一族である、下野守、道流星、道森常、道森景らのいわゆる小ぬか愚氏が居城していた。しかし、天文年間に入ると、毛利氏や釧路宮氏が勢力を強めて、 小ヌカグーシは没落していった。本丸は、丘陵長部を39メートル ×26 メートルに、作兵し、背面の南東部分は高さ1.5メートル幅、2メートル、あまりに地山を削り残して、土塁としている。本丸の北側はこれを取り巻く形で二の丸を作り、 東側に2段の小車を設けている二の丸の北側には岩盤をくり抜いた空堀を設け、さらに丘陵の先端に向かって2段の車を設けている。本丸の背後には空堀や土塁で区切られたかなりの空間があるが、後世のたたら製鉄による砂鉄採掘工で区切られており、複雑な地形を呈している。 また本丸の西側の谷に面して巨漢があったという30メートル ×50 メートルの大地があり、その一角には小ぬかの溶岩桜が影を落としている。ありがとうございます。